室内取っていきます。 1LDK タイプです。 1LDK タイプです。エントランスです。シューズクローゼットです。広いです。エントランスは広いです。で、廊下ですね。奥にリビングがあります。右回りで撮影していきます。洋室です。すごい広いですね。クローゼットです。照明もおしゃれですね。ここが、ウォークインクローゼットです。広いです。あ、2つクローゼットあるね。そうです、2つクローゼットついてますね。収納も、床暖房もね、床暖房もついてます。あったかそう。で、ここがトイレになります。トイレです。ウォシュレットもしっかりついてます。で、その横には洗面です。トイレに洗面ついてます。で、こちらがリビングになります。リビングです。すごく広いですね。すごい広いです。20畳近くリビングがあるんですね。で、こちらがベランダです。ベランダもすごい広いですね。じゃ、景観ですね。すぐ下が栄筋になってます。こちらが冷蔵庫置き場です。上に収納ついてますね。エアコンもでかいですか。エアコンもかなりでかいです。で、こちらがキッチンです。おしゃれですね。これがシンクになります。で、3口の IH キッチンです。グリル、
というのも豊富ですね。食洗機もついてますね。上にも棚だらけですね。はい、こちらも収納です。よいしょ。おすごいな、これ。収納もいっぱいです。で、こちらが洗面所、シャンプードレッサーです。広いですね。ここもすっごい広いです。室内洗濯機置き場すごい広いです。で、こちらが浴室、浴室です。洗い場もすごい広いですね。広いです。はい、以上です。